向こう原宿です。高一さんとゆゆさん、 NY さんいます。あ、ちょっと待って、ワールドオブフライト、ワールドオブフライト元気だ。どういうこと、どういうこと。サイズはもうサイズない。なるほどなるほど。外国の方々合ってたんだ。確かに。うわー、人柱になりゃよかった。301番引くぐらいだったら。マジか。なるほど。うわー、しくった。ゲリラあったんだ。で、あの途中で抜けた外国人のおっちゃんおばちゃんたち、だから今がもうない、で今ないんですよね、もう、もうちっちゃいサイズしかなくて、9時から始まって、今ないってことは、だからめっちゃ少なかったんでしょうね。でしょうね。今9時4、50分でしょ。うわー、マジか。マジか。あったか。で、あのおっちゃんおばちゃん帰ってきたってことは、だから速攻なくなったんじゃない？そうだね。前々から並んでた人がいて、数人ででっかいやつがなくなって、ってことだ。お店しか買えないから、買えない、買えない、でっかいの買えないから。マイサイプともないから。あ、そうかそうか。あそこになんか書いてありましたね、そういえば。保険証明書とマイサイプラマイ 0.5 から1。0.5 から1だけ。なるほど、なるほど。そういうのもある、あるね。マイサイズ、マイナス5からプラス1、プラマイ、1じゃないんだね。あ、なるほど。いやでも少なかったんでしょうね、でっかいやつが、ね、いやでもあったんや。いろいろあれなんですけど、これからアママニエルジョーダン5、東京23の方に並び行こうと思って今向かってたら、ワールドオブフライトでまさかのゲリラ、並んでる人がいて駆けつけたら看板出てたけど、でっかいサイズ完売で、今僕たちはキスディズニーの方に並んでてきてるんですけど、途中でその外国人の、中国人かベトナム人かのおっちゃんたちが抜けてったんですよね。そうで帰ってきたんだけど、なんだと思ったらそれだったんですね。そうっすね。いやー、ちょっと一瞬おっと思いましたけど ね、めちゃくちゃ上がったけど。うわー、マジかー。マジかー。ちっちゃいのしかなかったかー。ゲリラあったかー。じゃあアママニエルジョーダン5、日本めっちゃ少ないですね、うん、めっちゃ少ないかもしれないですね。スニーカーズもなかなかみんな当たんないし、うんうん、確かに今日店頭抽選があるのも東京23だけですからね、うん、だけか。アトモス各店やらないから。そっか。めっちゃ少ないんじゃない、国内は。海外のオンラインなんて別に結構なんだかんだ余ってましたからね。そうそう、アママニエル公式サイトでは事前抽選もやって、うん、日本の人たちもみんな結構当たってたよ、うん、っていうことはめっちゃ数多いってことですね。そうそうそう。で一般販売もしましたもんね。一般販売で僕買えたんで、うん、アママニエル公式では、そう、公式では強い。海外というか、その公式の方では割と買いやすかったけど、国内入ってくるのが少ないでしょうね。少ないですね。だって海外のオンライン、普通の27前後とか、28でも入りそうなサイズ感までずっと余ってましたからね。で、ゆゆさんは、今回のウィメンズの今日抽選やるやつは、はい、そのアママ公式で買えたんですよね。はい、そうです。で、NY さんは、ガチ狙いしてて、なんとスニーカーズで、はい、自分はダメだったけど、はい、K さんが K さん支援で当たって当ててもらってということで、今から僕たち並ぶんですけど、であと僕が狙ってるんで、だからみんな僕のために支援で並んでくれるっていう、ええ、あとはキスも早い時間第一グループに当たっちゃってるんで、うん、うまくいけばその東京にいるさん並んで、うん、終わってすぐ駆けつけるみたいな ね、キスの方に、うん、原宿表参道着きました。順番どうしますか？ということで、店舗前がちょうど溢れたんで、僕たちは明治通りの方に行きます。はい、ということで、今、はい、ゆゆさん、光一さんと僕で並びました。はい、NY さんはキスのディズニーの方に第一グループで当たってるんで、そっちを優先してということで。はい、いやー、ちょっとここ最近コラボでもダメなものはダメだから、そうですよね、ワンチャンアママも、って思ったけど、おー、や
っぱ少ないんでしょうね、とにかく国内入ってくるのが。そうですね。ということで整理券もらいました。割といるな、多いな。これは当たり20までとかじゃない？いやでも引けますよ。うん、引けますよ。光一さんは俺は絶対 今悪い運を全部出したからね、うん、悪い運、運子を出してきたから、うん、そうそう、全部出してきたからね。キス外れる人の方が少ないから、うん、今運子出してすっきりしたんで、うん、こっちではね、お願いします。絶対当たります。ちょっと僕が諦めなきゃいけなかったそのキスの分をこっちで取り返してください、はい、そうですね。あとそうですね、アパレルも今日あるし、ちっちゃいサイズもスニーカーは出るんで、はい、当たり自体の番号は多いかもしれないけど、うんですね、スニーカーで大きいサイズ買おうと思ったらもう一桁ですね、うん、5番以内やってやりましょう。メンズだから特にそういうことですよね、うん、当たりますよ。領域展開しちゃう？してますよ。僕は邪眼の力をちょっと解放するいよいよ僕たちの抽選の番になります。店舗の方に向かいます。うわ、もうだいぶ当たりの人いますよ。え、多分あそこに並んでる人、あ、当たり？そうなんじゃないですか。じゃあもうダメっすね。あれ？かなりいますよね。いい番号とは限らない。ああ、そうね。あの、偶然1余ってたりするから。そう。次の次がゆゆさんです。当たりありますかね。残ってないんじゃない？ねえ、なんか残ってなさそう。あ、ゆゆさんの前でいい人当たった。いい番号当たった。ゆゆさんです。お願いします。7番。お願いします。はい。はい。おい、ワンチャン、ワンチャンいける？ワンチャンある。ワンチャン、ワンチャンある。ワンチャンある。ワンチャンある。うわー、8.58。どこまで妥協する？どこまで？え？ワンチャンありますよね。光一さんワンチャンある。すごいよ、すごいよ。いや、さすがやっぱりキスでうんこを出してきただけある。301万引いてきたからね。しかも僕がね、さらに悪い運を吸ったんだ。本当そういう流れってあるんだなっていう。じゃあ光一さんお願いします。はい。すごい、お願いします。すげえな、光一さん。すげえな。めちゃくちゃいい番組いたな。ワンチャンあるから ね、 ありますね。で、僕が今、はい、キス間に合えば、全部丸くいく。すごくない？オープン11時までに間に合えば、なんとか多分並べますもんね。そうだよね。確かに。23万ぐらいですもんね。大一さん。やったりました。光一さん、ありがとうございます。いけたんだ。え、何センチ？これ、いいですか？ 28.5 です。うわー、いけたんだ。ウィメンズ 28.5 で、行きました。メンズで28で、はい、いけたんだ。第一希望でした、僕の。はい、しっかり。え、7番でしたっけ？7番で。ラッキー7。 You are lucky 7。 来ました。いやー、マジか。やったりました。え、でも大成功じゃない？いろんなことが今日。いや、もうすごいっすよ今日は。そうですよね。なんかキス当たる人と、こっちの東京ニーズの当たる人で、うん、ね。しっかり。これ被ったらもうダメですもんね。ダメでしたね。めちゃくちゃすごい。はい。見てやってください。ありがとうございます。はい。はい、これボックスがまず、まずやばいですよ。すごいですよね。すごいっすよ。ちょっとね、へこんで。ああ、いえ、全然その。あ、これ何にもないんだ、ないっす。ジャンプマンが。はい。横にいる。あ、ほんとだ、横にいる。うん、ウィメンズでね、28.5、7番あったんだ。光一さん本人は、はい、アパレルとかなんか行こうかなみたいな言ってたけど、まあ、そうで、フーディー買おうかなと思ったんですけど、何もないよりは、何もないよりか買おうかな。どうせ入るんだったら買おうかなと思ったんですけど、アキト君のサイズが、ちょっと買えたことに結構満足しちゃった。店員さんにそのサイズ言ったらありますって言われたんで、優しいね、光一さん、はい、人のやつなのに。僕のやつなのに、僕のサイズがあったと思ったら安心しちゃって、はい、優しいでーす。いやー、それでありがとうございます、はい、本当にまさか現場で買えるとは。めっちゃ少なかったですからね、スニーカーズもそうだし、う、ね、ワールドオブフライトのゲリラもあったけ ど、 あったけど、多分めっちゃ少なかったからね、うん、代表して。あ、そうだ、でこれがそうだそうだ、でこれが加工がしてあるんですよね。よーくちょっと見にくいけど、 A のロゴ、モノグラムみたいな感じで、うん、見にくい、見にくい、さりげないっていうのが全面にこうあるっていうね、はい、うん、わあ、すごい。では
じゃあちょっと開けさせてもらいます。お願いします。わあ、あるこのシリーズね、この見えない人がいるやつね、これこのドットの集まりで、今回は見える、今回意外とシンプルですね、絵がシンプルだから、あの試合中のこう人がいっぱいいたりするとちょっとねごちゃっとしてるけど、はいはい、うわー実物ええー、いやーマジでかっこいいっすよ、かっこええー、かっこよ、やばくないっすか、かっこよ、見てくださいこの自分のみたいなこの笑顔、あーもうかっこよ、これやばいっすよね、やばい、実物めっちゃいいね、これ、ゆうさんは、はい、公式のオンラインで買えたんですもんね。はい、公式で買いました。全然発送されない。全然発送されない。まだ何にも連絡来ない。あまま今、忙しいから。そう、いろいろあって忙しいから。忙しいから、ワンチャン倒産しそうっていうね。うわ会社ごと消えるんじゃないかっていう。やめてよ、送らないで、なんかなくなっちゃうとか。最後のモデルかもしれないよ。これと白と黒が。ああ、確かに。ナイキ怒らせたら。あそうだ、別に、あまま生き残っても、今回が、もうコラボしませんってなる可能性あるもんね。そうそう、いやこれ実物めっちゃいいですね。いやめちゃくちゃかっこいい、なんだこれ。これだからちょっとディティールが普通のジョーダン5と違うんですよね。あそうなんですか。どっちだっけ、この外側にまずポッポリがないやん。あ確かに、ここにここね、うん、ほんと跡もないんですよね、ここ何にもない。普通はここにあれ何のためにあるのか分かんないけど、ポッポリしてるもんね。あそうなんですね。であとこの履き口がめっちゃ薄い。本当だ。こんな、うん、裏側にはこう一応クッション的にはなってるけど、はい、もうちょっとこうありますもんね、普通のジョーダン5って。あとここですよね、ここにも本当はここのパーツも、はい、多分プラパーツなんですよ。この糸のところ、ここあ、ね、ここ、うん、へえ。でも今回レザーですもんね、はい、あちょっとこれ気づいた、全部 A になってる、これ本当だ、えぐ、うわ見えるかな、この下がいいですかね、うわ分かりづらいな、これどうすればいいのか分かんない。これ本当はこう網網になってんのが、うん、アママニエールの A のロゴが敷き詰められてるんですよね、うん、うわちょっと見えないな、ちょっと僕肉眼でも分かんなくなってきたんだけど、なってる、なってる、角度で確かに、うん、正面とかよりかはちょっと斜めから見た方がなってる？なってます、なってます。ゲシュタルト崩壊が起こって分かんなくなったんだけど、A のロゴが、うん、入ってますよ。分かります、分かります。それで上と下向いてなってるんですよね。うん、シュータンも、うん、本当のジョーダン5ってもっともっこりしてるんですよね。へえ。だからちょっと薄い。だからここもそうだし、ここもそうってことですね。ここもそうですね。A のやつ。A、かっこいいなぁ。貝ひも、あ、真っ白なんだ、貝ひもが。あ。白と、きなり、黄色、クリーム。じゃあ、このアッパーが、グレーっぽいですね、じゃあ。そうですね、白はこっちになっちゃいますもんね。真っ白で、まあ、ベージュっていうか、きなりがこれで、うん、多分ここもそうですね。普通はレザーじゃないと思う。ああ、ここも。うん、じゃあこれはじゃあアママニエルの今回コラボで、そうですね、アママニエルコラボでなんかそのこだわりってことですね。そうなると、うん、これがすごいんですよね、このここがナイキエアーのこのポッコリ感、うん、刺繍ですんごいもっこりさせてるんですよね、うん、この23、この23入ってるのもこうレアっていうか、そうですね、現行で発売されるジョーダン5には入らないですからね、入らない今は、うん、全体的にでもヴィンテージ加工になってるんですよね、うん、あ裏にも A になってるんで、ね、ちょっとオフホワイトコラボ感がありますけど、オフホワイトもジョーダン5でコラボしてましたね、それもヴィンテージ加工でやってましたけど、ちょっとこういう感じは似てますね、こういうのこれもだから黄ばんだ感じになってますね。そうですね、レザーもめちゃくちゃいいもんな、うん、なんか普通のレザーと違くないですか、なんかしっとりしてない、しっとりしてる、だいぶしっとりしてるねえ、うん、あここは普通のここは、うん、いつもの感じだけど、なんかこっちの方があとポッポコとかここですね、違いますよね、うん、なんかポツポツしてる跡、うん、はいはいはいねえ、うん、なんでしょうこれ、
まあどの道いいレザーですもんね。うんうんうん。そう。質がいい。いやこのなんだかよくわかんないやつ。これね、ちょっと難しい。NY さん、めっちゃいいんじゃないですか、実物。めっちゃいいですね。めっちゃかっこいい。ここがね、ぷくって。そう、OG はね、ぷっくりしてるけど、履き口のところ。ここすっきりだから、上から見ると、こんな、確かに。ジョーダン3みたいになってるけど、このすっきりした感じ。ジョーダン5特有の、ここら辺のもっこり感がないんですもんね。確かに。ここら辺が。内側の方が高いんですね、これ。ほんとだ。違う。ああ、本当だ。ここの高さが違う。こっから下目線を見ても。ああ、本当だ。これもね。こっちが内側が高い。高い。これも OG 仕様のナイキエアがいいですね。そうですね。憎いですね。これリーク画像だとここのエアのところにアママニエルってロゴなかったでしたっけ？黒の方入ってますよね。黒でしたっけ？白はないんでしたっけ？白はね、それ見たことないんですよね。ああ、それ黒だった。もしかしたら黒は入ってるのかな。黒はここのところに、このエアのところにアママニエルって入ってる。ロゴがね、印刷みたいな感じで入って。てるのがリークでは出てて、実際どうなってるかわかんないですけど、いや黒も黒でいいんだけど、うん、黒も黒でいいんだけどね。うん、そうですね。でも個人的には白の方がかっこいいかなと思いますね、うん。黒だとこのナンバリングが目立たないですよね。そうですね。同色だから。うん、あ、そっかそっか。そう、それもあって結構僕は白。白、うん、これ紐が細いですね。細い。うん、ねえ、細いよね。替えも例外なく。細いね、替えも細い、うん、細いタイプのリメンズだからかな。それかなんかこうなんだろう、 このシャープさ、この細身でシャープな感じをちょっと演出してるのか、ね、銀でリフレクティブっていうのも OG ですね、うんうん、あ、そうなんだ。そうなんですね。こういうところにこうなんかガッてここら辺にアママニエルって押し出してこないところもまたいいですよね。ちょっと見にくいけど、はい、これちょっと遠慮がない人だと、はい、ガッてやるから、あ、優しさがこういうところでも、ね、そうそう、いやちょっとあーって思う時あるから、うん、自分ので全然いいよっていうこうやってくれる人はいいけど、気になっちゃうなっていう。あインソール刺繍ですねこれ。あ、ええー、刺繍な、うん、あ、本当だ、刺繍になってんだ、うん、すごい。ここがエアシップもそうだったんですけど、うん、これも A になってんじゃないかっていう。そう、これ多分 A ですよ。完全に A です、うん。あ、やっぱりなってんだ。なってる、はい、これは審議の末、なってます。なってます。あと黒のエアシップも、そう、あの後僕のも届いて、K さんと審議になったんですけど、なってるよ、これはっていう。あ、ほんと？そうそう。この履き口、これなってる。なってる。ただ見えるだけじゃなくて、なってる。ただの縫製じゃなくて、うん、アママニエル、ちゃん、自社ロゴ開発したんだ、これ。そうそうそう、これはね、ロゴの集合のやつ。いや、でもこれすごいですよね、だとしたら。めちゃくちゃすごいよ、これ。全部のこの生地が、うん、A のこの上と下のロゴになってるってことですもんね。そうですね。それ。いや、これすごいよ。あと何この色っていう。この色も開発したわけでしょ。今までアママニエルといえばバーガンディだったのに。あ、確かにそうっすよね。なんかこういう、このシリーズですね。こういうシリーズ、今まで全部このシリーズですよね、うん、でもなんかね、こういう青とかも出してきて、これがこれでも、うん、ああ、全然それもそれでかっこいいですよね。らしいけど、うん、変えてきたんです、ね、変えてきましたね、うん、確かに。でこれタンがこっちはジャンプマンです。ああ、なるほどなるほど。 A、うん、ジャンプマン、ジャンプマン A、そう、凝ってる、ね、凝ってますね。色もいいよ、このクリアソール、うん、あれかっこいい、うん、あ、やって、これやってるな、やってるじゃん、無意識にやってんじゃん。やるな、角度低めのパターンでやってたけど、自分で気づいてなかったよね、やってんの。気づかなかった今自然とやっちゃうね。あ、やっちゃうんだ。下と上とのパターンの人いるけど、うん、下パターンだ、ゆいさんは。下パターンいいよ。かっこええ。かっこええ。おめでとうございます。ありがとうございます。本当、光一さんのおかげで。いや、よかったです。本当に、神引き。本当ですよね。うん、で、3人並んでて、まあ、真ん中に光一さんいたけど、だから僕が当たったらダメだったんですもんね。ダメっていうか、だからキスと被っちゃうから。そうですね。そのキスも買うってなると。そうですね。そうそう。実はゆうさんでもよかったんだけど。まあ、僕は今回ちょっとね。実はゆうさんでもよかったんだけど、ちょっとすごい中途半端だったよ。
ちょっと中途半端って言うとあれだけど、キスも中途半端、ちょっとT23 の並びもふわっと終わったし、ふわっと外れたし。さあ、ゆうさんです。お願いします。ちょっとだからあれや、まあまあゆうさんでもよかった、よかったんだけど、浩一さんがね、振り幅がキスで弾かれて、東京23で一桁当たって、うん、いや本当、いやでもゆうさんが回したからね、うん、今回はそう、乱数調整したパスを回して運を送ったから、そうですそういう役割のために来ました。だから今回この本当4人で連携がうまくいけましたね、本当に。今日はうまくいったな、4人で。うまくいった。完璧だった。浩一さん大丈夫かな ?SD の入れ方しないかな、アママニエルなのに、やらないかな大丈夫かなSB じゃない大丈夫ちゃんとしてる ?SB のやつしてない、アママニエルで SB のやつしてない大丈夫大丈夫かなああ、よかった。ああ、素晴らしい。